はい、しごです。今日はですね、日本人だったら緑茶を飲もうって話をしたいと思うんですけれども、緑茶っていうと健康効果があるよっていうのを知ってる人もいればですね、緑茶ってね、ただの日本茶でしょって思ってる人もいると思うんですね。実はまあ緑茶というのは安定的にですね、健康効果があるよってことが研究結果としてこう積み重ねられてきているスーパーフードの一つなんですね。これまでですね、約400以上の健康効果っていうのが報告されています。その中でもですね、まあいくつか知っておいた方がいいよ、あまり知られてないかなというものをですね、今日はお伝えしたいなというふうに思います。まず一つ目はですね、緑茶には肥満を抑制する効果があるということです。肥満を抑制する効果というとね、緑茶にそんな効果があるのかって疑うかもしれないんですけれども、実は緑茶自身ですね、その脂肪の増殖を抑えて、それから熱の代謝を高めるっていう効果があるんですね。それから食欲を落とすっていう、そういった効果もあることによって、結果的にですね、全身の脂肪量が減少するってことが報告されています。実際、肥満っていうのはですね、まあ、2型糖尿病であったりだとか、心臓病であったりだとか、それからうつ病であったりだとかね、そういったことを引き起こす可能性があるんですけれども、まあ、心身ともにですね、深刻な健康被害を引き起こす原因になっているですね。そして肥満とかね、それからまあ体重が多いことを予防するってことはですね、大事な健康問題になるんですけども、これまでですね、あまり有効な方法っていうのは発見されてきていないんですね。体重コントロールするためにはね、なんとなく食事のコントロールした方がいいよとかね、それからまあエネルギーバランスですね、食べる量と使う量ってね、そういったののバランスを取ったりだとか、それからまあ遺伝子治療とかね、今では手術とか新薬とかいろいろ試されてるんですけども、結果的にですね、あまりいい報告っていうのはないんですね。まあそれに対して、緑茶を飲むということに関してはですね、実は安定的にですね、体重を落とす可能性があるということが分かっているんですね。実際基礎研究でもですね、2019年に報告されている報告なんですけども、緑茶そのものがですね、脂肪増殖をね、抑制して、体重増加や肥満をですね、改善する可能性があるということはですね、改めて確かめられているんですね。ですので、体重がなかなか落ちないなっていう方はですね、緑茶を毎日飲むということをですね、ぜひ試してもらいたいなというふうに思います。二つ目のですね、健康効果は、強力な抗酸化物質であるということです。緑茶そのものを医学論文で検索するとですね、抗酸化物質であるということが一番ですね、多く引っかかってくるんですね。抗酸化物質ってことは、まあ、体の酸化を予防する、錆を予防するということにつながってくるので、老化を遅らせるという効果があるんですね。マウスの研究でもですね、緑茶のカテキンをですね、毎日摂取することによって、記憶の障害とかね、脳の機能の障害っていうのがですね、著しく遅れて、老化全体がですね、ゆっくりになるということが報告されています。他にもですね、緑茶そのものがですね、肌の老化ですね、直接ですね、緑茶を塗ることによって、肌の老化を防いだり、若返らせたりするっていう効果が報告されているんですね。他にも抗酸化物質の効果として代表的なのは、緑茶の癌を抑制する効果です。これまで大腸癌とか乳癌とか子宮癌とか皮膚癌とか、それから前立腺癌、白血病などですね、様々な癌細胞の増殖を抑えるということが緑茶自身に報告されているんですね。ですので、日本人にはね、非常に身近な癌を予防する食材っていうのがあるんだよってことをですね、改めて知ってほしいわけです。緑茶の健康効果っていうとですね、もっともっとあるんですね。そして、まあ、裏付ける研究もたくさんあるっていう話を先ほどしたんですけども、緑茶の知ってほしいですね、健康効果というのがあります。それはですね、膀胱炎を予防する可能性があるということですね。膀胱炎というのはですね、特に女性ですね、何百万人もの女性がですね、苦しんでいる尿路感染症なんですけれども、そのおしっこをするときのね、痛みですね、まあ不快感、そういったものがね、膀胱炎の症状の中心なんですが、一度なるとですね、なかなか治らないとか、それから何度も何度もかかるっていうことで、膀胱炎というのはですね、なかなか治らないものだというふうに認識されているんですね。膀胱炎に苦しんでいる人はですね、ぜひですね、毎日緑茶を飲んでほしいわけです。科学的にもですね、緑茶というものがですね、どうして膀胱炎を防ぐのかっていうことが研究されているんですね。膀胱炎の治療っていうのは基本的にはですね、抗生物質を投与するっていうのが標準的な治療になっています。ですけれども、実は緑茶をですね、併用することによって、抗生物質の効果がより効くようになったりっていう研究結果があるんですね。それはどうしてかというと、緑茶に含まれているカテキンがですね、実は強力な抗菌効果を発揮するってことが分かっています。抗菌効果っていうのは、抗生物質が効きにくくなるような菌に対しても、緑茶がですね、しっかりと抗菌効果を発揮するというものですね。イランの方からの報告なんですけれども、膀胱炎をですね、繰り返すような女性ですね、その人たちに緑茶を与えたわけです。ただし、片群はですね、抗生物質を与えて、もう片群は抗生物質と緑茶を与えたんですね。この抗生物質どんなものかというとですね、結構効きにくいというか、抗生物質耐性菌がね、原因となっている膀胱炎が多かったために、実は抗生物質をね、投与してもなかなか良くならなかったですね。緑茶とね、同時に抗生物質を与えた場合はですね、改善効果がですね、著しく向上したということが報告されています。3日間ね、抗生物質を投与した群というのはですね、治療効果が約 37% であったに対し、緑茶を一緒に投与した群はですね、
ほぼ全員がですね、症状が改善したっていうことなんですね。このような劇的な効果はなぜかっていうのが、その緑茶のですね、抗菌効果が上乗せされた影響だっていうことになるわけです。日本ではですね、もうちょっと強い抗生物質が実際には治療として使われているので、抗生物質を投与するとね、まあ7割から8割の人は効くわけなんですけれども、強い抗生物質を使うとね、強い耐性菌、抗生物質の効きにくい菌がどうしてもできてしまうというジレンマがあるんですね。ですので、なるべく抗生物質を使わなくても治せるっていうのがベストなわけです。緑茶自身をね、単独で取るっていうことも、実は抗菌効果を発揮する上でですね、有効な方法だというふうに考えられてるんですね。緑茶というのは少量あるだけで抗菌効果を発揮してくれるので、膀胱の中にですね、少し溜まってるだけでいいということで、この論文の著者はですね、どういったことを進めているかというと、寝る前に少しだけね、緑茶を取ることによって、寝てる間に膀胱に緑茶の成分を溜めておくことができればですね、緑茶のカテキンが一晩中膀胱の中にいるということがですね、抗菌効果を発揮してくれて、膀胱炎をより早く治してくれるだろうということを意味しているんですね。そして、これはですね、膀胱炎を予防する効果もあるんじゃないかというふうに考えられるわけです。で、このようにね、こう、お茶を飲むというシンプルな行為がですね、何百もの潜在的な健康効果を発揮する、僕たちをですね、昔から守ってくれていたわけなんですね。近年日本人はですね、まあ、緑茶をあまり取らなくなったというふうに言われています。ですけれども、まあ、意識的にですね、毎日日本茶を取るということが、日本人にとっては最大の健康効果をね、もたらしてくれるっていうことをですね、覚えておいてほしいなというふうに思います。今日の話ね、役に立てようという方は高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。